立憲民主党の杉尾秀哉が、能登半島地方地震に対する自衛隊派遣に言及したとのことですが、あまりにも不見識で、しかも、大ブーメラン発言に突っ込みが殺到し大炎上しているようです。杉尾議員の発言や、ブーメラン直撃となった東日本大震災での自衛隊派遣、政府批判への識者見解など、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。立憲民主党の杉尾秀哉議員が、自身の X、旧ツイッターを更新。石川県能登半島地方を震源とする地震に対する自衛隊派遣をめぐり、こんな非常時に政府を批判するなというが、自衛隊の派遣状況を見ても、政府の対応は遅すぎる。東日本大震災の時はどうだったのか？東日本大震災で約1万9000人が救助され命を長らえた。自衛隊が発生から72時間の間に3万人を一斉に動員したことが大きく寄与した。との日経ビジネスの記事を引用し、政府対応を批判していました。ニュースを深掘り。というわけで、杉尾議員が被災地への自衛隊派遣について政府の対応が遅いと批判したということでしたね。杉尾議員が引用した記事は、東日本大震災が発生した当時に陸上自衛隊の幕僚長を務めていた火箱義文氏のインタビュー形式のものですが、要約すると、災害派遣時は原則的に都道府県知事からの要請を受けて出動すること、緊急時には自主的に防衛大臣から統幕長に災害出動命令を発することができること。ただ、陸上自衛隊の部隊を指揮する権限を持っていない幕僚長が、それを待つことをせず、辞任を覚悟で決めた速動が大きな役割を果たしたということであり、この記事では、当時の民主党政権の自衛隊派遣が遅いどころか何も動いていなかったことがわかり、SNS でも、自衛隊の派遣が早かったとおっしゃいますが、東日本震災では自衛隊の指揮官が処分覚悟で指示が出る前に出動しています。これを勝手に自分たちが指示出したことにしてませんか？大体、能登半島の地形、現在の交通網の理解ぐらいしたらどうですか？いい加減にしてください。と、爆笑ものの大ブーメラン直撃となっています。その他、杉尾議員の書き込みには状況が違うでしょう。何万人も出せると思うの？それこそ自衛隊車両で渋滞を起こすわ。あれだけ道路が破壊されていたら、まずは施設下部隊が入り、とりあえず道を通れるようにし、本隊が移動します。船の派遣も母港からだと何日もかかるし、わかりますか？物事には順序があります。それも、災害に応じて変わります。あの半島を囲む道が寸断されているのです。東日本とは状況が違います。もう少し考えて、酔っ払ってるのかな？結局、深く考えないで政府を批判したいだけのいつもの立憲民主党さん。何年議員やっているのかな？など批判が殺到しています。また、立憲民主党では、泉代表も、自衛隊が1000人、2000人、5000人という、逐次投入になっているのは遅いと批判しています。政府は、部隊の増強を重ね、6日までに5400人体制に拡充していますが、確かに、2016年の熊本地震では、発生から5日後に2万2000人を派遣した実績があるだけに、派遣規模に限れば、見劣りの感もあります。ただ、政府の非常災害対策本部会議に出席した木原稔防衛相は、記者団に対し、今般の自衛隊の災害派遣について、一部、逐次投入であるとか、初動が遅いといった指摘がある。私から、少し詳しく説明をしたいと語り、半島では陸路が限られるため、
道路の復旧状況や現地での受け入れ体制の段階などを見ながら人数を増やしていったと説明。自衛隊では活動可能なエリアの拡大に応じて人員を増強する手法をとっており、主に平野部が被災した熊本地震とは条件が異なるとの認識を示しています。毎日新聞でも能登半島は日本海側最大の半島で、金沢市から半島先端までは陸路で約140キロに及ぶ。険しい海岸線も多く、山地がほとんどを占め、小さな集落が山あいに点在している。被害が激しい半島先端に向かうにつれて道路網が寸断されており、石川県によると6日午前6時現在で半島中央の七尾市から北部に向かう道路は1本しか確保されていないと。自衛隊の初動対応を困難にした要因の一つが被災地の地理的な特性だとし、自衛隊幹部が陸の孤島と言われている半島での未曽有の震災、一番起きてほしくない場所で起こったと振り返ったとの発言を紹介しています。さらに熊本に比べ能登半島には規模の大きな自衛隊の拠点がないという事情もあるとし、熊本市には南九州全体を管轄する陸上自衛隊第8師団の司令部があり、1万人超の隊員が常駐している一方で、能登半島には航空自衛隊のレーダーサイトしかない。防衛省幹部のアクセスが非常に難しい場所で、通信の状況も悪く、状況把握が難しかった。その中で非常にスピーディーに部隊投入ができたと語り、初動に問題はなかったと強調したとの発言も紹介しています。有識者も自衛隊は限られた予算の中でかなり迅速に対応していると思います。一方で我が国で気になるのは、まだ災害が続いているのにもかかわらず与党と野党が対立していることです。海外では緊急時には野党は与党を攻撃せず一致団結して対応します。与野党の対立はある程度落ち着いた後です。まだ現地は非常に厳しい状況です。政治対立ではなく与党と野党が協力して対応してほしいと思います。野党においては予備費の活用、自衛隊の人員、予算、自治体の連携、避難所の設置や仮設住宅等について批判ではなく建設的な提言を行うことを期待します。メディアにおいても政局ではなく現地事情や人員、予算の現実を紹介をすることを願いますと指摘しています。弱者に寄り添うふりをして与党の上げ足を取ることに賢明な野党第一党、口を開くたびに国民から疎まれているのがわからないのでしょうね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あとチャンネル登録もぜひお願いします。その非常時に万博のリングと予備費を比較して意味のない批判をしてた人が何を言ってる、状況が違うのを考えてもの喋れ、ネクストキャビネットなんて言うごっことは違うんだよ。元ニュースキャスターなんてこんなことしか言えないのですね。もともとのお仕事は台本読んでいるだけだろうから、まあそりゃ実務には疎いのでしょうが、少しは考えてから発言してください。まともに仕事してください。事実を誤認してるから批判されてるんですよ。もう少し勉強しましょうね。お前は非常時じゃなくてもイチャモンしか言わないじゃないか。能登半島の陸路と海路の被災状況を無視して3万人の自衛隊を一斉に動員していたとしたら、全員身動きが取れなくなり救助どころではなかったでしょう。こんな非常時に政府を批判するなと言っているのではなく、筋の悪い批判で救助活動の邪魔をするなとみんな言っているのです。
立憲民主党が政権与党だったら何ができたのか、具体的に示してもらおうか。それだけ大きな口を叩くなら当然具体策があるんだよな。政府の命令を待たずに出動って民主党政権はダメだった話だろ。さらに言えば、菅直人が無計画に10万人動員をしたせいで、行き先のわからない部隊が大量に発生してさまようという前代未聞の不手際があったよ。そして、今回と東日本大震災との地理的な条件も全く違う。お前バカだろ。この人、次の内閣の災害担当大臣なんだよな。口を開く前に、人口、地形、交通、理財状況の違いをなどを考えていただけるとありがたいと思います。東日本大震災の被害は、東北太平洋側、宮城、岩手、福島の沿岸部が中心ですが、被害は広域で、自衛隊への災害派遣要請を出したのは、北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉の7道県です。東日本大震災時、被災者助けて、安住氏こっちだって助けてもらいたい。一生忘れない。はあ、あなたの言うことは全く信用できません。東大アメフト部キャプテン、とにかくボールを追いかけろと号令出すだけだったんだろうな。以下、記事引用。ただし、緊急時には自主的に防衛大臣から東幕長に災害出動命令を発することができます。しかし、それを待つこともしませんでした。当時の北沢利美防衛大臣が機能していなかったことの表れであり、民主党政権の対応は遅かったということですね。数字とその字面しか見ていないことがよくわかりますね。これだから立憲は、立憲共産党政権じゃなくてよかった。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？杉尾議員の発言を見聞きするたびに怒りしか湧いてきませんね。杉尾議員をはじめ蓮舫議員、そして辻元議員などは、思いつきだけで発言しているようにしか感じません。そこには、言葉の重さ、説得力、品格は何も感じません。国会議員として、云々より人としてどうなのか。批判のための批判しかできないのは、無価値通り越して害しかありませんね。文句しか言わない国会議員はいらない。本当に黙っててほしい。なぜ、こんな議員に、我々の税金が無駄に使われるのか理解できない。そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。